はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ジャックハウル君、お誕生日おめでとう、おめでとうスタートダッシュできなくてごめんねということで、ジャックブルームガチャの方、させていただこうかと思います。もうね、本当に仕事どころじゃなかった、毎回ながらねでもまあね、残業遅いかなと思いつつも、ちょっぱやで片付けてきましたので もうね、魂が震えてる今我が魂が あ、はい、お迎えはジャミルバイパークとなってます。両服かわいいはい、ということで、やってきました、ブルーム会場です。まずはですね、優勝の強み、まあ、いつもね、優勝の強み機能してないんですが、とりあえずね、奇跡を願って優勝の強み10個の方やっていこうかなと思いますが、グリムはやっぱり来ないのよねあー、優勝の強みって毎回言ってる気がする。まあそうですよね、まあそうなんですよ、まあいいのいいの、まあね、お得にガチャできるって思えばね、 R でもいいんですよ。まずは誰かな、あ、ハーツですか、あー誰でしょうか、おー、リドル、まずはリドルの運動着がいらしていただきました。はい、優勝が終わっちゃいましたよということで、マジカルキーも結構ございますので、10連までできそうですので、回していこうかなと思います。単発できたって円やで。あ、来ないか。半年がね、一枚なのよ。まあ、鏡さんがちょっと怒ってくれればいいんですが、まあそうでしょうね。まあ闇かがでしょうね。でもユニオンのジャック、去年なんですけれども、単発で来てくれた、もう本当に愛しい子なの、ジャックって。今回も愛しい子でいてくれよ。はい、オルトキュンでした。こちらがアーキタイプギアですね。はい、あと結構ばらつきはあるのかな、まあ、まだ2連なんですけれども、3連目は誰が来てくれるのかちょっと楽しみなところですね。まあ、羽に期待はしてないんですよ、もう諦めるのが早いので、私まあここはさらさらとね、ウォーミングアップみたいなもんですからジャック・ブルームのお迎えのためのね。あ、はい、両服、おお、でもサバナですよ、これはもしかしてジャックがラギター量にばらつきがあってとてもいいですよ。しかもサバナですからね、ジャックハウル君が来る兆しが、見えてきてるんじゃないかなと、私今すごくワクワクしております。もう羽は1枚なんですけれども羽はもう1枚なのよ。しかもね、鏡さんは絶対闇鏡なのよもう知ってるんだからあとは次の量がどう来るかですね。偏ってくるかな。おお、また、おお、ボムあら、えぺぺ、見てくださいよ、量がすごくばらついてるんです楽しいね、こんなよりどり緑の量が来てくれるなんて、次はそろそろスカラビアが、来てくれるかななんて、ジャミルバイパーくんが来てくれるかななんて思い始めてきてるんですが、いかがでしょうか、どうでしょうか。ま、闇かがは闇かがなんだよ、もうしょうがない、びっくりした急に SR 来るんだから、オルトキュー度肝も抜かれちまったよ、だって闇かがだったんだもん今こうやってもうちょっと気が抜けないよね羽一枚で闇かがなのに SR 来るもんだから、もうちょっと鏡さんたら、だからといって私闇の鏡に導かれし者を許したわけじゃないですからね何時とかいざとか求めてますからね私あ、はい、ハーツです。あー、巡ってきちゃったか、ケーク、あら、なんてウィークエチエチなんでしょう、なんてエッチなんでしょう。あ、ごめんなさい、もしかしたら私の動画を初めて見る方いらっしゃるかもしれないんですけれども、最初に言ってきます、私すぐエッチって言う人なんです
ごめんなさい、羞恥心がないもんでごめんなさい、本当に本当に羞恥心を司りたい羞恥心を司るものになりたいんですけども、ごめんなさいね、すぐ言っちゃうから。リュウ君、はい、リュウ君の運動着がいらしていただきました。今何連目ですか、なんか話に集中してたら7連目、あ、今8連目ですかね。あ、だんだんと木がなくなってきましたし、もうね、羽が1枚が続くのよまあ単発だから仕方ないんですけれどもね。ねえ、そろそろ変化が欲しい。10年前に変化が欲しい。お願い。ああ、ダメか。イクニが多いね。あ、オルトキュン。あれ、オルトくん多すぎないか。さっき SR でも来たし、3回目くらいこれ。オルトキュン来るね。はい、ということで次9連目ですかね。同じなのよもう何回も見たのよこの光景を闇の鏡に導かれし者。もしかしてまた俺タイムリープしてる本当にさ同じなのあ、もしかしてこれスカラビアだから、もしかしてカリムくんカリムくんの運動着となっております。いらしていただきました。ちょっとね、もしかしてこの前カリムくん書いたから来てくれたのかな。私ね、ちょっと動画の企画としてこの前カリムアルアジームくんを、書いてみたんですよ。まあ、あれな仕上がりになってしまったんですけれどももうちょっと悲惨な光景をね、気になる方はぜひ動画ご覧くださいあら、オルトくん来ますね。これで4人目かな、オルトくんなあ、終わっちゃった、単発が終わってしまいました。ということで次から10連の方、行こうかなと思います。まずはマジカルキーございましたので、まだ残っておりましたので、10連の方、そちらの方でどうにかこうにかキーの何かしらの作用で行かないか。あれ鏡さんね、あれもしかしてこれ単発なのかな単発と同じ光景なのよ、おかしいなこれ。10連でしょはい、まあハーツですね。あれこれはこのさっきと同じじゃないか。ちょっとね1連で出たリドルは、おっと来ないか。あー、ディアゾか。あ、リリちゃま、かわいい。ちょっと見て、実験着ブカブカなんです。すごいかわいいね、リリちゃま、すごいかわいいの。次ハーツですね。あら、ケーク、あれ、なんかさっきの単発と似てますね。ということはさっきと同じことを言うべきですよね。エッチ羞恥心のかけらもねえやって感じごめんなさい、もう毎回言っちゃう。 K 君がエッチすぎて、もう K 君が出てくるたんびに言っちゃう、ごめんね。あ、 SR だ危ないスルーするとこだった。アーシェンクロット君の実験機がいらしていただきましたね。次は誰でしょうか。あ、ディアソがなんかまくってきましたね。あら、リリちゃまがまくってきましたね。あ、なんか単発ではあんまり出てきてくれなかったのにね、10連になった途端に、ほら見てくださいよ、ディアソがすごいの。マレ様、あ、マレ様だ。うわー、すごい、かっちり制服だでもかっちりすればかっちりするほどエッチですよねあ、ジャックだ。あー、ジャックだ、やっと来てくれました。ジャックハウル君、君を求めてるんだよ私は。やっとジャックハウル君が出てきてくれたということで、わ、ラギターサバナが増えてきましたね。でもとりあえず目的の目標のジャックハウル君が来てくれたということで、もやっぱり10連になった途端にね、あ、デュークは、しかも見てください、今回のデュオの相手、デューススペード君が、いらしていただいたところでの10連が終わりましたね。
ちょっと兆しが見えてまいりました。あとはちょっとこの10連で、もう10連で、羽が少し2枚になって、こうよし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 来てますよ。あとは鏡さんがいざっていざって闇って 闇なのよ。でもね、可能性は捨てきれないですから、誰でしょうか。あ、奥田。あ、ちょこちょこと奥田が、フロイド、かわいい。フロイドがいらしていただきました。奥田がちょこちょこと来ております。ちょっと嬉しいですね。あ、ハーツ。ハーツもまんべんの、デュックン。でも、デュックンはさっき見た。しかも、運動着見た。はい、次は、うわー、イグニか、イグニも多いな。でも、イデアシですね。さっき、オルトキュンがめちゃくちゃ来たんですけれども、まくってきてたんですけれども、イデアシはそんなに来てなかった。え、っていうか、初めて？あは、あ、もうちょっと忘れちまったんですけれども、あ、セベク。あ、セベクも、さっきは来てなかったかな？まんべんないですね。だんだんと、いろんなキャラが出て、ディアソなのよ。ディアソでも見ました。マレ様は見ました。覚えてますよ、さっき制服エッチですねって言ったので。覚えてます。あ、次ポムですか、誰かな。あ、ルクハン、ルクハンは初めてかな。ねえ、ちょっと記憶が、おーっと来るか、うーん、うーん。あ、奥田だ。お、誰かだ。あー、フロイド、あらららら、ら、結構来るね、フロイド。しかも私の好きな式典服の方。あ、やだ、この神々しい光は、この神々しいオレンジの光は、カリムくん。カリムくん来るね。もしかして私がめちゃくちゃ描いたから、あの、あのカリムアルアジームくんを描いた。落ちた、落ちた、会いたかった、かっこよすぎ。もうちょっとね、おじたんが来たら、やだ、もうスカラビアがすごいの、もうカリムくん、カリムくん、ちょっと運動着着すぎじゃない、カリムくん。好きだけど好きだけれどもさ、っていうかちょっと待って。え、これもしかして、え、石がもうなくなりますか、これで。やば、あ、ちょっと待って、これ、これで来てくれないと、これで来てくれないと、私、また、課金です。課金なのよ。あー、ヘズアール、こんなに来てるのに課金なのよ。もうね、ちょっと、え、もう一回回せない。ワンチャン回せるかなって思ったけれども、回せませんでした。やっぱりそうだよね。知ってたんだ。ということで、私が課金するのは、いつも同じ魔法石バッグ G です。なんか魔法石の値段ね、変わる、なんか値上がりするのかななんて思ったんですけれども、魔法石パック G は、全く変わらずですね。ありがたいことです、本当に。なんて言ったって、もうね、課金課金の毎日なのよ。ねえ、だから本当に。この課金に報いてほしいんです。お願いします、ジャックハウルくん。僕マブで2万課金してるんです。あー、脳汁出る。課金するときってもう本当に精神やられるけど、脳汁出るよね。はい、ということで石がどっと増えたということで、続きの方やっていこうかなと思います。これに報いてくれ、私の1万円チェーマンに報いない。もうなんで、なんで、ねえねえ、お願い、鏡さん、鏡さん、なんで、なんで、お願い、お願い。語彙がなくなってくるのよ、本当に。ジャックハウルくん、ジャンクハウル君は R じゃなくて S と S をつけて SSR。 ケイ君、ケイ君運動着めっちゃ着ますね。またエチエチって言わせたいのかな、ケイ君。ねえねえ、
いや、なんやかんやでサバナは来ているんですよ、ジャック・ハウル君。ジャック・ハウル君もですね、結構来てはいるんですけれども、ねえ、違うんだよ、ディアソだ。あ、はい、マレ様ですね。マレ様の運動着がいらしていただきました。本当、見れば見るほどタートルネックエッチだよね。はい、次はポムですね。ポムのビル様、ビル様が来てくれたということは、ジャック・ハウル君も来てほしい。なんて言ったって同じ出身だからね。おー、 SR、 ビル様か、これはビル様でした。立て続けにビル様がいらしていただきましたね。ということは、ジャック・ハウル君がそろそろ、来てくれるんじゃないか。おー、サバナですね。もしかしてジャック・ハウル君。そうなんだよ。そう、ビル様がいるところにジャック・ハウルありなんですけれども、なんですけれども、おー。ディアソか。おー、マレ様だ。マレ様、すごい来ますね。流し目がかっこいい。もうすごくかっこいい。はい、次は誰でしょう。ディアソなのよ。ディアソがマレ様なのよ。はいはい、エチエチタートルネック。すごく来るの。あー、だんだん偏りが、ほらね、ビル様なんですよ。すごく偏ってまいりました。これは悪い兆候ですよ。はい、ということで、次で何連目ですか。もうね、スマホ老眼もだからね、中盤終盤になるとね、スマホ老眼がひどいんですよ、私。見えない見えない。あ、羽2枚ですね。これはありがたいですよ。あとは何じってくれればいいんですが、ですが、闇しか言えんのか。はい、60連目でしたね。目を凝らしてみたら60連目でした。次70連目で、もう石ない。いやー、石な。これにかけるっきゃね。いやー、鏡さー、闇の鏡に導かれし者。なんで闇かがしか言わないの、鏡さんってね。もしかしてあなたも語彙がなくなってしまったんですかね。えぺぺ。あは、1年組が来てる。1年組が来てるのに、ジャック、アラスカラビアじゃないの、これは。もしカリムくん。ちょっとね、このやりとり何回した。スカラビアじゃないか、カリムくんっていうな。しかも全部運動着なの、カリムくん。せめて制服ちょっと変化を持たせたい。でもなんならジャミルバイパーくんが来てほしい。全然ジャミルバイパーくん今日来てない。あー、なんで、仕事頑張ってきたのに、今日も仕事頑張ってきたのに、なんで採用士が来ないの。もしかして私が今日ちょっと仕事を残して出てきてしまったからですか。お願いか、リムくん。さっき制服着てくれよって言ったから、もしかして制服で着てくれたの、カリムくん。もしかしてお着替えしてきてくれたの、カリムくん。でもジャミルバイパーくんがいいです。カリムくんが嫌いなわけじゃないの、私カリムくん大好き。もうめっちゃ好き。スカラビアの民ですから、 Y 監督生ね。でもジャミルバイパーくんがいいの。お願い、ジャミルバイパー。ポムポムか。はい、ルクハンですね。ルクハンの実験技がいらしていただきました。ちょっと待って、そろそろ声がかすれてきましたよ、私は。
仕事終わりでこんなに叫んだらもう声がカスカスなのよ。はい、70連目。ああ、よかった。まだあの石ありました。課金かなって思ったら石ありました。もう石も見えてないんですよ。もう老眼、老眼。スマホ老眼。ああ、本当にね。でも見て、羽が一枚なの。しかも絶対闇加賀だろ。ああ、こういう時に難じるのよ。さっきまで全然闇加賀だったのにね。こういうね、最後っぺだけするんだからもう闇加賀さんたら。最後っぺなのよ、闇加賀さんね。歩くはん、さっきも来たね、実験技がいらしていただきました。ねえ、本当にやばいの、私喉が。これね、毎回やるんだけれどもね、もう20分ぐらい過ぎた、10分20分ぐらいね過ぎた頃から絶対これなるの。もうね、ガチャ焼けなの。これ、あー、スカラビア、もしかしてこれついについに来るのか。じゃあ見ればいいか。しみる。全身にジャミルバイパーがしみ渡る。好きです。ワイのガチャもうこれがゴールなんじゃないか。この盛り上がりっぷり。いやでもね、ジャックのブルームを迎えるまではね、私止まれませんから。いやでもまずは良かったです、あのゼロジャミじゃなくて。いや、ほんとゼロジャミでジャック迎えたらどうしようかと思った、本当に。狂っちまうかと思いましたが、まあなんとか良かったですよねえ。第一段階は、まずクリアしたと言っても過言ではない。うん。無理やり心を沈めようとしている私がいます。でもね、これでジャック来ないと、この10連でジャック来ないと、課金という事実は変わらないんですよ。お願い、ジャックお願いねえ、どこですかねえ、ジャックねえ。あっ、エペペもすごく来ますね。結構1年組が、あ、でもマブがあんまり来てないか。うん、セベックも来てるしね、マブ以外は結構来てます。その代わり、マレ様がめちゃくちゃ来てます。マレ様はもうじゃあ、課金です。またあったね、このページ。もうちょっとやばい、マブと同じぐらい課金しちゃったよ、ジャック・ハウル君。なんなんね、もしかして、1年って、私から、絞り取ろうとしてるの？ジャミル・バイパー君はあんなに神引きできたのに、マブとジャックがすごい絞り取ってくるわ、本当にすごいの。まあとりあえずお気持ち程度の羽2枚が降りてきましたが、いやみかがさん。すごいシビアだね、やみかがさんね。王でも来るか、来ない。あー、初か。あ、トレイクロ、あー、そういえばね、初トレイクローバーです。あららら、ナイトレイブンカレッジなのに今回全然来なかったですね。あー、スカラビア、もしかして。これ、ジャミル・バイパー君。あー、後半にかけて来てくれてるジャミル・バイパー君。嬉しい。もうほんと全てが報われる気がする。この、ねえ、課金の後のジャミル・バイパー君。好き。はい、次、おー、来るか、来ない。おー、スカラビアじゃないの。これはカリム君。そろそろ恋しくなってきたなって思った矢先のカリム君。好きです。いやー、本当にもうなんか天井が見えてきたから、もうなんか天井でいいやって思っている自分がいるけれども、でもちょっとでもね、石は取っときたい気持ちはあるんだ、本当に。やだやだやだよ。やだやだ。
今日うちのお店に来た子供みたいになっちゃった今日接客した可愛い子供女の子がね来たんですけれどもちょっとねイヤイヤ期のね子供で嫌な嫌な嫌なよって言ってたんですけど、もう今私そんな気分でさジャミルパイパーくんあー本当にもうなんかだんだんと思考回路が回らなくなってまいりました。なんて言ったってね後半ですからね私の思考がまだ保ててる間にお願いジャックもうそろそろ来てくれないと私の声が嫌だ嫌だ嫌だよしか言えなくなっちゃうよはい、あ、ルクハンですね、ルクハンの運動着がいらしていただきました。あれもしかして、これはちょっとやばいんじゃないですかふざけてる場合じゃねえ天井でしたあーもう本当にもうジャック、でも手間かけた子ほど愛おしいからいつの間にやら天井でした。ありがとうございます。おじた君んとこの1年もすごく金かかるねだからこそ愛おしいうーん本当にあー天井だったか天井だったか複雑。まあでもね、でもすり抜けがないということは嬉しいことですからね。それバースデーの強みですから。あ、マブ、ここに来てのマブですね君にも2万課金したんだけれども、ジャックにも2万課金したよちょっとご報告がてらいやちょっと待って、私ブルームシリーズまだ3人しか出てないのに、3人しかまだブルーム出てないのにもう4万課金してるいやちょっとやだ、カリムくん今回のテーマカリムアルアジームなんかなはい、サバナですね。ジャックかな、ジャックな、ラギタン、あらかわいい、私の大好きな式典ふくらぎぶちが最後に来てくれましたね。ねえ、お気持ち程度にはサバナが来るのよ。あ、ジャックジャックジャックは私に課金させる天才なのかな。ねよくよく考えたらさ、君ポートウェアの時もさ課金させたよね、そういえばねあれ課金したよね、すり抜けたよね、しかもねあれあれ、あー来た集中して集中して、お前ももちろん盛り上げたよ、主に金銭面で。はい、あー、すごいエチエチじゃないの。そうだった。この表情2万の価値ありだった、そういえば。いやー、すべてが報われますね。このエチエチな表情。もうほんとブルームが最高。お耳かわいい。はい、天井でした。お疲れ様でございました。いや、めちゃくちゃ課金したけども、この表情見たらなんかもう、いやって思っちゃうよね。まあ、とりあえず次はトレイの下旬まではないので、ちょこちょこと石を貯めていきたいな、また貯めていきたいなと思います。あとまた、パソストの方も、見ていこうかなと思いますので、数日後のアップすると思いますので、そちらの方もご覧いただければ幸いです。ごめんなさいね、最後にカスカスな声でということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。